久保さん、今ね、まあ今というか、去年結構僕、ピークだったのかなって、まあ今もあれかもしれないですけど、今、外車とか、まあ高級車ですよね。高級車が買いのチャンスっていう。まあ特に去年なんかは、そうですね。しかもね、あれね、まあこれは、まあ、うん人それぞれかもしれないですけど、ね、人それぞれ、まち、あの、ありますよ。あるんだけど、 あのお金もね、めっちゃ貸してくれるんですよ、今。まあ、あのペイペイ、PayPay もね、すげえねあの、お金貸しますよみたいなダイレクトメール来るんですけど、<laughs> 要は今、要はローン組みやすいんですよ。いや、もうお金貸したいみたいな。わ <laughs> かります <laughs> 要は、なんだろうな、うーん、これ面白いんですけど、お金に困ってる、お金貸す、それで、ま、取って金利取っていくっていう、だからお金がないんだけど、お金貸すところ儲かるみたいな。 分かりますなんかね、さっきね、なんだっけな、なんだっけなペ p ペ y でポップで出てたんですけど、PayPay <laughs> ペペもね、やっぱ金利優結構攻めて、多分ね、僕、あの久保さん、PayPay の,ペペの運用を始めたんですよ。なんで、その運用を始めた人に対して、多分かぶせたポップ出してくきてると思うんですよ。これ、うまいですよね。運用に興味があるとかね、なんかまあそう、なんかお金融資しますよみたいな、めちゃうまいなと思うんですけど。 だから、なんだろうな。今ね、お金借りれますよ。だって僕、去年ね、400万、だって去年400万のローン通して、で、今年、200万のローン通してるんですよ。<laughs> しかもその400万のローン中、GT-R のね、600、 50か700ぐらいのローン、まだ返済中ですからね。だらオリコでね。オリコで650、正式に言うと多分650ぐらいなんですよ。ローンが。GTR の。まだ返済してないですよ。今年の、僕2月で返済終わったんですけど、その返済中に400万ですよ。借り入れたんですよ。これはックスさんっていうね。まあ出しますけど、ジャックスで借りましたけど。 だからも,もちろんね、オリコからは、うん、断られたんですよね。まあ、GTR 契約してるから、まあ、あちょっと無2代目は無理だと。でも、ジャックスさん、これは北海道に本社あるのかなジャックスさん通りましたね。<laughs> <そう> <laughs> しかもね、この面白いのが、ジャあの営業マンの方にね、ジャックスであのクレジットカードもあると。でこの年会費無料だから、もうよかったらみたいな。 あ、いいっすよ、みたいな。まあ、これなんか、インセンティブになるんすかみたいな。協力しますよ、みたいなね。で、ジャックスのクレジットカードもお願いしたらもう速攻通ってね。ジャックスも来ましたけど、クレジットカード。まあ、これ人によりますよ。人によるけれども、まあ、通りやすいですね。うーん。だから普通に考えて通んないですよ。うん、多分昔だったら通んないんじゃないかな。いや、しかも僕あれですよ。会社員じゃないですからね。 あの個人事業主みたいな話じゃないですか。わかりますサラリーマンの方はね、例えばトヨタとかで働いてんだったらまだわかりますけど、個人事業主って一番信用ないんで、起 <laughs> 業家って一番信用ないんですよ。うん、サラリーマンの方は信用あるんで、うんう。だからね、すごい今はね、チャンスですね。金も借りれるし、安くなってるし。うん だか,だから、頭のいい人は今、あの開幕って,あて、まあ、中古車転売とかもね、あの保管しといて、ちょっと経ってからあの出すみたいなね。<laughs> だ今、すごくいいんじゃないですか。うん。だからね、あの、買いやすいですね、今。だから、そのチャンスの見極めかなぁとは思いますけどね。うん。 まあ僕はすみません、仮想通貨やってない、やら、仮想通貨はね、多分やんないですね、僕は。うーん。なんかね、やっぱね、変動が激しすぎるんですよ。この前もなんかイーロン・マスクがビットコインがどのこの行った時に多分下がったと思うんですけど、やっぱね、まだ不安定すぎてもう、ギャンブル的要素が多すぎるかなと。もちろんその、この、なんだろうな、あ、もちろんね、その、ポットっていうか、この、なんだ、ポイントポイントではね、 まあ取れるかもしれないですけど、ただ、あ明らかにこの上下変動が激しすぎるので、つまり上下変動があるから取れるっていうのもあるんですよ。だけど上下変動が激しすぎると安定しないので、うーん。僕はまあ仮想通貨はやらないですね。やるとしてもまあ情報発信はしますけどね。仮想通貨の発信はするけど自分は買わねえみたいなね。ノーリスクでアクセス集めるみたいな。<laughs> まあそれはやりますけど、多分。 うん、まあ、あとは企画として買ってみたとかね。余剰資金が出たら、その動画のネタとして買ってみたっていうので、ちょや,あのやったりするかもしれないですけど、なんか、仮想通貨上がれ、わーみたいなね。まあ、そういう、なんだろうな、そういうのはやんないかな。まあ、演技としてはやるかもしれないですね。仮想通貨買いましたつって、スクショでね、うわー下がったみたいなスクショっすよね。ほら、見とけみたいなね。 それ演出しますけどね、そういうのは。もし買ったんだったら。でも面白いですよねあの。動画のネタになりますよね。こんだけ上がったり下がったりするので、スクショ撮り放題ですよね。スクショ。<laughs> 負けましたみたいなねげあの倍。資産何千万になりましたとかね。<laughs> 好きそうなやつですよね。めっちゃ負けたかめっちゃ勝ったかっていうね。<laughs> みんなが好きそうなやつ、スクショ取れそうなんで、いいですけどね。 だからね、なんかね、情報発信がね、やっぱセンターピンにあると、結構、久保さん、無敵ですよね。いや、ほんと無敵だと思いますよ、これ。もう、いかようにも料理できるので。うん、しかも、しかも、ほぼリスクなく <laughs>、うん。だから僕はやっぱ情報ビジネスはマスターするべきかなと思いますね。何やってても。何やっててもセンターピンは情報発信するっていうところはぶらさないっていうのがあると、すごくいいんじゃないかなと思いますけどね。 うん、そうだってあのー、負けてもアクセス稼げるんですよすごないですか1000万なくしてもねあのー、アクセス稼げるのでこれはね普通じゃないですよね、うん、だって普通に情報発信っていう概念がなかったあこの去年か去年そのコロナで飲食店の方がね何十万回回してましたけど今の飲食店の 状態みたいな感じで動画撮ってね借金何百万みたいなスクショでやってましたけどアクセス何万とか集めてましたよでもこれ情報発信してなかったらもう何もないじゃないですかもうもう,もう最悪だけで終わりなんでだけどその情報発信ができることによって、まあ、まあ広告入れるんだったら広告収入もちょっと入ってきたりとかねまああとはまあ集客もできたりとかまあ他のビジネス展開もできますので まあ情報発信はね、もう絶対マストでやった方がいいと思いますけどね。やりましょう。いってらっしゃい。